リボンチャンネル。今日で付き合って3ヶ月。ねえ、これめっちゃ事故ってる。うわ、マジだ。二人してどこ見てんの？隠した方がいい？こういうの。この人、菊池和樹。私の彼氏。うん、あえて残しとこ。面白いし。っていうか、普通にプリ誘っちゃったけど、菊池、写真とか苦手だったかな。ねえ、菊池、写真って。やっぱ聞けない。なんでもないです。菊池は？行こう。基本無口で、うん、何考えてるのかよくわかんない。だから、あ、バス来ちゃった。もうちょっと一緒にいたかった。あ、じゃあ、うん、バイバイ。めっちゃあっさり。名残惜しいのは私だけとか聞けるはずもない。はあ、なんで？聞けばいいじゃん、普通に。めんどくさい彼女って思われないかな。何それ。夏目、なんでそんな自信ないの？なんでって。うん、いいよ、付き合うの。ダメ元で告白したのにあっさり OK もらって。あー、OK してくれた理由もわかんないのに自信なんて持てないよ。じゃあもっと会う機会増やせば？自信つけるために。でも菊池、基本放課後部活だし。あ、そうだ、お弁当の時なら会えるかも。菊池いますか？広瀬。菊池。あれ、何見てるの？今度のバスケの大会の対戦表。え、大会あるの？聞いてないよ。へえ。あ、じゃあ私その大会見に行きたい。え？来てほしくなさそう。なんで？どうしよう、なんか別の話題。あ、そうだ、私これ言おうと思ってきたんだった。あのさ、お弁当一緒に食べない？あ、菊池。広瀬、今日から昼練ある。大会前だから。いや、これ、とか言ったらダメかも。いい彼女は、ここで悲しい顔とかもしない気がする。いや、結構ショックではあるけど、でも、ここは、笑顔で応援するべきだ。わかった。頑張ってこい。夏の大増刊号リボンスペシャルミント大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。チャンネル登録よろしくパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。これは毎日見るしかないパス。次の動画も見てね。